はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、品性債務の督促419条について解説いたします。まず金銭債務ってどういった債務かっていうと、お金に関する債務です。例えば私が物を買いました。物を買ったらお金を支払う債務が発生しますよね。私にはこの代金支払い債務、これは金銭債務に当たります。また私が誰かからお金を借りました。そうすると、お金を返さなければいけない義務が発生しますよね。これも金銭債務です。なので、お金に関する債務、お金に関する義務っていうのが金銭債務と考えていただければ大丈夫です。で、督促っていうのは特別ルールと考えていただくと分かりやすいと思います。つまり、お金に関する債務については、通常の債務不履行のルールを使うんじゃなくて、特別ルールが適用されるんだよ、特別ルールを使いますよっていう内容が今回お話しする内容なんですね。で、特別ルールが使われる部分っていうのはこの4つになってきます。一つ一つ見ていこうと思います。まず履行不能はありませんよという話です。例えばちょっとこちら見ていただきたいんですけども、 A さんが建物を所有していて B さんに売却しました。 B さんがこの建物を購入したということですね。で、この場合 B さんは代金を払う債務、代金債務、代金支払い債務を持ちます。つまり B さんが金銭債務を負っているということなんですね。で、これ一方で A さんっていうのは引き渡し債務、この建物を引き渡す債務を持っています。つまり A さんはこの金銭債務の督促は適用されませんよ。 A さんは金銭債務ではなくて引き渡し債務、建物の引き渡し債務なので、これには当たりません。ちょっとこちらから行きましょうか。 A さん、引き渡し債務って履行不能の可能性ってありますよね。例えば引き渡すこの建物が大地震によって倒壊してしまったといった場合、これ引き渡せなくなるので、この場合は履行不能なんですよ。一方で B さんっていうのは履行不能っていうのはないんですね。この代金支払い債務について履行不能っていうのはなくて、あり得ることで言ったら履行遅滞なんです。お金なかったとしてもそれで履行不能にはならずに、履行遅滞、履行が遅れているっていう状況になるだけなんですね。なので金銭債務については履行不能はないよと、あり得るのは履行遅滞なんだというところをまず押さえておきましょう。で、続いて損害賠償額ですね。損害賠償額、通常っていうのは、引き渡し債務とかの場合ですね、金銭債務以外の債務だった場合っていうのは、実際の損害っていうものがある場合がありますね。例えばこの引き渡しができなかったということで、債権者側がホテル暮らしをしなければならなくなっちゃったと、 A さんが建物を引き渡す期日遅くなっちゃった、1週間遅れちゃったということで、 B さんは1週間ホテル暮らしをしちゃったとなってくると、1週間分のホテル代っていうのは損害に当たりますよね。実際の損害、いわゆる実損です。で、その場合、損害賠償額の予定とか、これから解説していく内容なんで、ちょっとまだわからない方もいるかもしれないんですけども、もし損害賠償額の予定をしていなかった場合は、実損額を請求することができるんですね。で、一方で金銭債務の場合、つまりこれですね、これについては損害賠償額っていうのは法定利率もしくは約定利率の高い方が適用されます。実際の損害、つまり A さんが代金をもらえなかったということで何らかの損害が発生したとしても、その損害については賠償請求できませんよ。実際の損害は賠償請求できずに、できるもので言うと法定利率または約定利率の高い方、これが適用されます。で、約定利率っていうのは AB 間で定めた利率になります。一方で法定利率っていうのは法律で定められた利率です。2020年の4月から2023年の3月末までは 3% って決まってるんですね。で、これは3年ごとに改定されるので、2023年の4月以降、もしかしたら 3% から別の利率に変わるかもしれません。具体的なパーセンテージまでは覚えなくてもいいと思うんですけども、3年ごとに改定されるんだというふうに頭に入れておくといいと思います。
そしてこの法定利率、いつの時点での法定利率が適用されるかっていうところが一つ問題になってきますよね。3年ごとに改定されるわけだから、もしかしたら 3% から 4% に変わっちゃうっていう場合もあるんですよ。そうなってくると、どの時点での法定利率を適用するのかっていうのが問題になってくるわけですね。これは履行遅滞が発生した最初の時点での法定利率を適用します。例えば AB 間で支払い期日を定めていたと、いついつまでに支払ってくださいって期日を決めていた場合、その期日が到来すると履行遅滞ですよね。その期日が到来した時の時点での法定利率が適用されますよという話です。まあもちろん約定利率の方が高い利率で定めていた、例えば約定利率を 5% にしていた、法定利率が 3% で約定利率が 5% だと、 AB 間で 5% で合意をしていたというのであれば 5% が適用されるので、今言った履行遅滞が発生した最初の時点での法定利率っていうのは関係ないんですけれども、もしこの約定利率が法定利率より低かったりとか、また約定利率定めていなかったというのであれば、その場合は履行遅滞が発生した最初の時点での法定利率が適用されますよという話です。で、先ほどちょっと触れたかもしれないんですけども、 B さんこの代金支払い債務を支払うことができなかった、期日になっても支払うことができずに、 A さん実際に損害が発生してしまったと、でそれが法定利率とか約定利率これよりも大きかったとしても、これは請求できないんですね。実際に発生した損害を請求することはできなくて、この代金支払い債務に関する損害賠償請求の場合はこっちです。法定利率または約定利率の高い方が適用されますので、この点注意してください。つまり金銭債務について履行遅滞があった、履行遅滞があって実際に債権者が損害を負った A さんですね。債権者は金銭債務の債権者は A さん、 A さんが、まあ、莫大な損害を負ったと、まあ、仮にですよ、仮に莫大な損害を負ったとしてもこっちが適用されるよという内容となっております。で、続いて損害の証明、これはいりません。損害が発生したことを通常証明しなければいけないんですね。例えば引き渡し債務、これが履行遅滞になったりとか、まあ履行不能になって B さん損害が発生したというのであれば、 B さんは損害が発生したことを証明しなければいけないんです、債権者側が。でも金銭債務の場合っていうのは債権者である A さんは損害の証明不要なんですね。もう履行遅滞があれば利息だったりとか遅延損害金請求することができます。この点も押さえておきましょう。で、続いて不可抗力による履行遅滞。通常引き渡し債務とかだと不可抗力だった場合っていうのは免責なんですよね。あくまでも債務不履行っていうのは債務者側に落ち度がある場合、責任がある場合に損害賠償請求されるっていう可能性が出てくるんです。つまり債務者側に責任がなければ損害賠償債務は発生しないんですね。ただし金銭債務の場合は不可抗力あっても関係ないよって話なんです。例えば、まあ、B さんが A さんに期日に銀行振込をしようと思っていたと、 A さんの口座に銀行振込をしようと思っていたんだけれども、金融機関のシステム、まあ、ネットワークシステムが不具合によってこう送金できなかったと。つまりこれ不可抗力ですよね。 B さんの責任じゃないんですよ。金融機関のシステムのトラブルが原因なので不可抗力なんです。それによって履行遅滞になった、 B さん履行遅滞になったとしてもこれは免責されませんよという話です。つまり利息が発生しちゃいますよ。支払い期日に支払えないとなってくると利息が発生しますよという話です。まあ、実際に損害賠償請求されるかは別ですよ。まあ、通常であればおそらく、金融機関のシステムトラブルがあって払えないっていうのであれば、まあ、A さん、まあ、債権者側ですね、まあ、それは仕方がないねって言って別に利息は多分請求しないと思うんですけども、一応法律上は免責されませんよ、責任を負わなければいけませんよっていうところですね。ここ押さえておきましょう。今回金銭債務の特則4つ解説いたしました。これ全て重要なのでぜひですね、全て頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。